はい、若旅タビオです。恥ずかしながら築30年近く経ったリビングの引き戸です。もうね、猫が戸を開けろってね、削っちゃったやつですね。それはそれとして、今日はこの引き戸のレールですね。レールがですね、浮き上がっちゃ、これ古くなって交換しようと思ってるうちに、ここはねアルミなんですけど、これが浮き上がってそこに引っ掛けてですね、家人が引っ掛けて転んでしまいました。それで一応ね、応急処置でガムテープで貼り付けたんですけど、やっぱりうまくいかないんで、こう浮き上がってきます。でね、ちょうど時間が取れたのでレールの交換をしたいと思います。レールはね、調べてみるといろんな種類があるんだよね。なんか一種類だけにしてくればいいんだけど、すごいいっぱい種類があって、これも推定するに Y 型か T 型のレールっていうことです。アルミの。この幅もいろいろあって、深さもいろいろあるみたいなんですと、よくわからないので、これを外してね、ホームセンター持って行って、同じのくださいって言ってね、買ってきて交換しようと思います。外れない。戸車の高さがすごいぎゅうぎゅうに入ってると思うんですよね。これを下げていって外しましょう。戸車調整用のドライバー、いろいろやったけど、太いのかなと思ったけど、これでした。細いやつですね。これで良かったみたいです。調整します。もう、ドライバー探すだけでも一苦労だ。で、これを下げればいいんだよね。いっぱい下げた。で、ファンタイガーもいっぱいに下げたので、外れるでしょう。外れちゃう。あげる。右は外れたけど、左が外れない。地震があったからですね。いや、大変だこれ。右は外れたけどね、左が外れない。なんかいい塩梅のところを探して外していきたいと思います。お、外れた。右の方にずらしたら外れました。あー、くたびれた。これが現状ですね。もう今戸を外す間にめくれ上がっちゃいましたね。来たね。では次にレールを外していきましょう。なんか使えそうなバール類。取れました。これは私の研究によるとですね、T 型ですね。Y か V か T だと思ったんですけど、T です。T、T、多分。十中八九 T。一応ここ掃除機をかけます。というわけで、レールを探してホームセンターに行ってきましたが、該当するのはありませんでした。3軒行きました、都合。1軒目では、店員さんにも聞いたんですけど、ちょっとないですね、っていうことで、さっと。で、2軒目では、探してくれて、カタログも見てくれたんですけど、やっぱりないですね、っていうことでした。で、3軒目はですね、こう寸法全部測ってくれて、あるかもしれません、っていうことで、今、メーカーに問い合わせ中です。ないかもしれません。あるかもしれません。ちょっとそういうことでしばらく様子を見ますのでね、またこれ付け直します。付け直さないとね、やっぱり朝夕が寒いので、リビング寒くなっちゃうので、廊下からの風が入ってきてね、空気が入ってきて寒くなってくるので付け直します。ここを閉めるから、こうなってたのを
ここが使えないから逆にします。逆にすればねカチッと締められるので、ではめましょう。はい、これでしばらく様子を見ます。連絡待ちで、引き戸のレールですね、ホームセンターからの返事がありまして、結論から言うと同じものはないっていうことでした。問題はですね、こっちが最初からついてたトステムのレールなんですよ。幅がね 9.0 で、高さが9か、高さが 9.3、 全部で 9.3 あるんですよね。で、幅が 9.0 で、これがツバ部分ですね。これが最初からついてたツバ付きの Y 型レール、ここが Y になってる。ここがね、こう隅が切られてるのが Y 型、切られてなくて直角に曲がってるのが T 型で、ここが V 型になってるのが V 型。おおむねその3種類があるみたいなんですけど、U 型もあんのかな。でうちのはこう、ここに隅が切られてるので Y 型で、探してあってもこれなんですよね。これしかなくて、適合しそうなのは YGA9-6H。 この幅がね、まず 9.4、 こっちが9で、こっちが 9.4 で 0.4mm、 幅が広い、そして高さが 6mm なんですよね。だから3ミリほど高さが足んない。というわけでヒノキのね、板、薄い板、9ミリ幅で3ミリの板がちょうどあったんで、6たつ3で9になるという計算。で、あと 0.4、 幅が広いんですけど、 0.4 ぐらいなんとかなるんじゃないでしょうかということでですね、期待してやっててみます。ダメだったらまた次の手段。最終的にはですね、ハウスメーカーに行ってですね、電話して来てもらって直してもらうといいんですけども、ハウスメーカー来るとね、3、4人で来てね、家中のリフォームのね提案をしてくれるんですよ。それをね、なんか断るのがめんどくさくてですね、ちょっと躊躇しております。なので自力救済していきたいと思います。さて、どうなることやら。一番最初に行ったところにあった似たようなものを買ってきました。今回買ってきたのがこの YGA9-6H ブロンズ Y 型レールってやつですね。ここの溝が 4mm、それでですね、この幅が 9mm で、高さが 6mm なんですよね、という規格のものです。これです。ここがこうなってんだよね。この厚みが浅いんですよね。私の使ってるのは 9mm の高さがあるんですけど、これは 6mm なんですよね。だからこう 3mm ほどで、ね、スカスカになっちゃう。このツバにものすごい負担がかかって、こうきちんでたわんでしまうのではないかと思ってですね、3ミリの高さ調整するために下駄を剥がせる必要があるので、下駄も一緒に同じホームセンターで買ってきました。下駄はこれですね。ちょうどね、幅が同じ9ミリで厚さが3ミリ、ヒノキのですね、なんていう、なんかね、使うやつですね。ヒノキのこういう細くて薄い板、1枚ね、確か45円で2枚買ってきました。90センチ。これを使ってね、下駄をかませてこういう感じでやればちょうど9ミリになっていいのではないかと思ってですね、まあ期待して買ってきました。というわけで早速取り付けしていきたいと思います。これが比較ですね。これが新しく買ってきた方、これが従来の、最初から右側が最初からついていたレール。高さが違うのと、こうそこの底面にこう隅が切ってあるんですよね、入れやすいように。でこっちは隅が切ってない。だからですね、幅も広いな、これ。え？
9ミリなのに、同じ9ミリなのに幅が広いぞ、これは。違うかなと思って、一緒ですね。やっぱ底が切ってあると細く見えるんですね。多分視線、視覚効果でほぼ一緒です。というか一緒ですね。100均でね、200円で金切りの子を買ってきたので、ここで切りたいと思います。はい、規格のですねレールを外して、このヒノキの下駄を入れます。ちょっと長いですね。ちょっと長いからこの分は切らなきゃいけないですね。はい、ヒノキの下駄は入れた状態です。ちょっとね、隅を切ってないから入れにくいかもしれないですね。うん、確かにちょっと当たりますね。ちょっとすんなりは入んないですね。すんなりは入りそうもないですね。うん、入った入った。大丈夫大丈夫、入りましたね。いいですね、揺るぎない。はい、問題なくレールの交換できました。